湖が南港フェリーターミナルです。ですです。そしてここにセブンイレブンがあります。そこが一番近いセブン。オレンジフェリーのオレンジ愛媛です。オレンジ愛媛です。去年の8月に新しくなったんです。今から乗るやつです。ここから乗船です。あれ、どこから行くの？エレベーター。あ、ここですね、レストラン。ここからエレベーターに乗ります。五行班でございます。五行班。五階じゃないよ、五行班ですよ。ないの？ここです。扉がでかい。ここだけ扉がでかい。行くよ。なんとロイヤルですよ。行くよ。はい。ドキドキドキ。バジャ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 バ。ドキ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 。バジャバ。こんなんでーす。めっちゃ広い。めっちゃ広い。二部屋あります。でかいの。二部屋あります。ここにお風呂と洗面もあります。こちらの商品は温かいものをお出ししますって書いてるよ。じゃこ天があるね。それは温かいものをお出ししますって書いてるよ。そう、温かいものを出しますね。これはタイの
カウント2です。意外とリーズナブルですよ。600円でした。ほんでな、これいろいろ載ってるんやけど、これ安いですよ。300円。何それ、唐揚げとハンバーグと4種盛りって書いてた。あ、そう、うん、で、これがブリの塩焼き、美味しそうですね。結構身が厚いですよ。ソイソースないですよ、あっちかな。これは500円でした。で、これがね、レストランで買ったんだけど、500ミリリットルの缶で410円でした、うん、あ、そう、安いでしょ。安いですね。ちょっとしたら混むと思います。乾杯。乾杯。まいよ、美味しい。はい、美味しい、うん、すごいボリュームやな。まあ、粗やからな。幸せ幸せ、これが幸せ。これがそれ飲んですぐ寝たらあかんねん。わ、ご飯を食べてきました。うん、ちょっとお腹いっぱいです。お腹いっぱいやな、みかんがいっぱいあるよ。みかんに溺れる人たち、マジか、勝手に名前つけるな。大体そんな感じのことが書いてあるよ。本当はフライングガーデンです。ほら、なんすごいいっぱい部屋あるね。全室個室やからな。そうやな、すごいいっぱいある。今から船内を探検します。ここは5階やな。ここがシングルルームです。ここが男湯です。見て見て、これほら、自転車チューブありますって書いてる。自転車チューブがあるそうです。これないけどね。こっちのブルーのラインがオレンジ大阪、オレンジ大阪、こっちがオレンジ今乗ってるのがオレンジ、赤い絨毯なのでオレンジ。あったよ。あった。はい、誰もいません。こんなんです。夜は夜は開けちゃダメなんだよ。でも夜中ずっとさ、うん、走ってるから、ずっ
でも夏になると朝4時ぐらいになって明るくなるんじゃない。ここからここ赤潮橋、赤潮橋、爆水中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 、瀬戸大橋はちょっと見逃しそうだね。ここはもう超爆水超爆水だな。朝6時に東横に入港します。そこからバスに乗ってウィン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 松山に行きます。はい、ここで道後温泉に行きます。わあ、天保山の観覧車かな。そうだね、天保山かな。はい、あれが ATC かな、背の高いやつ。そうだね。だからサンフラワーの乗り場からな、うん、ニュートラムで4つぐらいだったっけ駅、うん、な、結構あるよね。あるある。昔はここからたくさんのフェリーが出てたんだけど、だいぶなくなっちゃった。そうだ、本線ただいま大阪南港進行いたしまして、これより愛媛県東横線についての方向となります。動き出した。東横進行時刻は明朝6時の運行予定ではございますが、大阪南港出発しました。はい、ここがベッドルームです。ベッドルームあれは何？加湿器。お風呂と洗面があります。超広いですよ。お風呂もすごく広いです。あ、洗い場広いな。うん、お風呂自体は広くないけど、洗い場が広いです。すごく。アメニティチェック。ウィーン。アメニティチェックこんなんです。キャビネット。こっちは？こっちはなんかいろいろバスタオルとか浴衣とかスリッパとかあります。シブ、シブですね。でもすごい広いね。うちの家より広いぞ。うん、うちのトイレより広いです。ここにテレビがあって、グイーン。そしてこっちにちょっとした洗面台？なんだこれは？鏡台？ドレッサー。ドレッサー？見逃してました。中にさ、すごいなこのスペースも。なんか中にウェルカムメロンがある。なんかやけに広いですね。ここです。何にもないです。リビングとベッドルームとそれぞれに空調のセットができるみたいです。すごいよこれ。
ふわふわしてる。へえ。マジで。うちのタオルと全然違う。そうここで。